動キッズのみんな、こんにちは。かっこいいイーゴ系新幹線はやぶさが大宮駅に到着したよ。後ろに連結しているのは E6 系新幹線こまち。ずいぶんと長い列車だけど、どれぐらい長いのかな。今日はいろいろな列車が何両編成か数えてどれくらい長いのか見てみよう。森の向こうからやってきたのは多摩都市モノレール1000系。このモノレールは真ん中の太い1本のレールにまたがって走るんだ。早速何両編成か一緒に数えてみよう。1、2、3、4。多摩都市モノレールは4両編成。多摩都市モノレールはオランウータンの綱渡りや絶滅危惧種のタスマニアデビルに会える多摩動物公園を通るよ。次にやってきたかっこいい列車は京成スカイライナー。スカイライナーは京成上野駅と成田空港駅を結んでいて、外国に行く飛行機に乗る人が多く乗っているよ。鉄橋を渡るスカイライナー、何両編成かな。1、2、3、4、5、6、7、8。スカイライナーは8両編成。スカイライナーは新幹線以外では日本一速い時速160キロで走るよ。あれは東海道新幹線 N700系。東海道新幹線は名古屋や京都を通って新大阪まで走っていて、そのまま山陽新幹線の博多まで向かう列車もあるよ。東海道新幹線はお仕事や旅行で乗る人がたくさんいるので、泊まる駅が一番少ないのぞみだけでも平均で5分おきに走っているんだよ。この列車もすごく長いけど、何両編成だろう。準備はいいかな？せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16両編成。よく数えられたね。大月駅に211系の列車が到着したよ。でもだいぶ手前で止まっちゃった。その手前にはもう一つ列車が止まってる。前に止まっている列車は何両編成かな。1、2、3、3両編成。後ろにやってきた列車は1、2、3、こちらも3両編成。2つの列車はこれから連結をして一緒に走るんだ。ぶつかって壊れないようにゆっくり列車をくっつけるよ。連結完了。お見事。
連結して何行編成になったのか数えてみよう。前の3行と後ろの3行で1 2 3 4 5 6、6両編成になったね。反対側のホームには特急海事と特急富士海遊が連結した E353 系が入ってきたよ。この列車は12両編成。この駅で海事と富士海遊を切り離して別々に走るようになるよ。列車を切り離す分割作業を行っているよ。貫通扉を閉めて分割完了。前側に連結されていた特急海事が先に出発するよ。海事はこのまま中央本線を走って甲府駅まで向かうよ。1 2 3 4 5 6 7 8 9、切り離された海事は9両編成。その後ろにはホームに残りの特急富士海遊が残っているね。いよいよ富士海遊も出発したよ。富士海遊はここから富士急行の線路に入って富士急ハイランド、富士山を通って河口湖まで走っていくよ。1 2 3、富士海遊は3両編成でした。12両編成で到着した E353 系は大月で切り離して9両編成の海事と3両編成の富士海遊に分かれたね。他にも同じ12両編成の成田エクスプレスは6両編成と6両編成に分かれるんだよ。今度電車に乗るときは何両編成か数えてみてね。バイバイ。